札幌市はイベント会場の収容人数の上限を緩和します。定員1万人を超える会場では5000人の上限がなくなり、半分の人数まで入場できるようになります。本市においても政府および北海道と同様の内容で、今月19日からイベントの開催制限を緩和いたします。これによりプロ野球の収容人数が4万人余りの札幌ドームでも2万人以上が入場できるようになります。この緩和措置は今月19日からで11月末までで、その後の対応は改めて判断するということです。